カーズ東京店 YouTube 今回担当させていただきます松田と申します。よろしくお願いします。今回説明する車両はこちら V ストローム 1050DE になります。新型車種ですね。でこちらちょっとスペックと、新しくついた機能と、変更のあったところをご紹介していきます。まあ、一番違うっていう変更っていうところは、まあ、スタンダードモデル隣にもありますけども、あのフロントのホイールのインチが、21インチに、アップしました。よりオフロード向けになりました。リアホイールもちょっと変更あって、チューブレスホイールになってます、ね、はい。でこれまでの XT にはついてなかった、クイックシフターも上下つきました。でこの DE だけにですね、トラクションコントロールもちろんついてるんですけども、それ以外にグラベルモードっていう機能がつきました。それが、メーターの方で説明していきますね。でメーターの方も5インチの、フルカラー液晶ですね。オープニングこんな感じでついて、でこんなカラー液晶ですね。その中で、ここトラクションコントロールの DEC ですね、そこの方で今の表記 G がグラベルモードになってます。でオフで1、2っていうのがあって、まあ2が一番トラクションコントロールが効いてる状態で、オフももちろんできるんですけど、そのグラベルモードっていうのがまあオフではないですけども、トラクションコントロール効きすぎず、効いてるよっていう機能ですね。そのグラベルの路面でも、ちゃんと、駆動して前に進んで、なおかつトラクションコントロールもついてはいますよっていうものになります。でABS ですね。ABS の切り替えも1、2と、できます。オフ。で、グラベルモードになっているときにしかできないんですけど、リアの、ABS カットができるようになりました。で、1、2ですね。はい。で、あとはパワーのモード切り替えになります。 ABC モード切り替えできます。はい。で今回ちょっと新車なので、あのエンジン音とかはちょっと聞けないんですけども、変更点があったのでバッテリーだけつなげさせていただきました。でその他にですね、もともと XT にもついてましたけども、ヒルコントロールだったりとかもついてますので、坂道発進苦手な方多いと思いますが、特にシート高も高いので、リアブレーキに足がつきにくいという方でも、坂道発進、やりやすいですね。はい。発進しようと思ってブレーキ離してから30秒ヒルコントロールされてますので安心して乗れると思います。で DE とスタンダードで、インチアップした分ですね、足つきもだいぶ変わりますので、ちょっと約160センチの僕がちょっと足つきの方を飛行していこうかなと思います。こち
ラースタンダードモデルですね。じゃあスタンダードの方から、また買っていきます。こちらが850mm ですね。スタンダードの方が 850mm シート法あります。まあ、片足つけば全然乗れますね。まあ、お尻の出具合もこんな感じです。約 160cm のマツダです。スペックにも足届きますので、こんな感じで、まあ、やっぱりこのぐらいのシート高だとヒルコントロールついてるとめちゃくちゃありがたいですね。はい、では今度 D のまた出していきます。こんな感じです。D の方が 880mm になります。結構もうお尻はもう出さないと足はつかない状態ですけど、なんかよく一緒で落としちゃえば、まあ、つま先さえついちゃえば乗れますね。こっちでステップも届くので、ここにこうやってお尻滑らせちゃえば、でこれオプションでシートもローシートも出てたと思いますので、もうちょっと足つけが不安っていう方はその辺の相談も乗ること可能ですので、ご相談ください。で、もう、D はもうオフロード寄りのバイクなので、まあ、こういう感じで、立った時を想定して作られてるそうです。で、ハンドルとかも、変更だったりとかありますし、スクリーンも長さが、スタンダードとは違って短くなっております。ではこんな感じで、V ストローム1050DE ですね、新型車両のご説明以上となります。ありがとうございます。